着いた。本日はもう見てわかるようにサメ貝養豚場に来ております、はい、今日は私たちが、うん、まあ、ここで釣れなかったらやばいなっていうさすがにね、やっぱ釣った感覚をどうしても味わいたくいや別にまあまあ釣りがメインじゃないかもしれないけど、まあ、ついに養豚場にまで餌釣りを出したちょっとね、今日は養豚場の体験をして、うん、はい、バスを釣って、うん、そこで食べたいと思います。食べれるみたいです、室内で。土日だけそう、塩焼きにできるみたいなんで、うん、ちょっと来ました、はい、結構平日活動組なんですけど土日に久しぶりに歩いてるよね、はい、景色がもう森の中、山の中にあって、めっちゃ気持ちいいよね。気持ちいい、涼しい。今からちょっとチャレンジしてきます。はい、行ってきます。行ってきます。森林浴だって、めっちゃ音がいい。深呼吸をした方がいいって。いっぱいある。うわっ、やばっ、えぐっ、やばいよ。サーモンがいっぱい。うわっ、びっくりした。携帯落としたから危ない。無数にいる。あ、餌釣り場こっちだ。めっちゃ釣りしてる。うん、みんな釣りしてる。あっちルアーか。餌釣り場はあっちって書いてある。ルアー名人戦第4戦。試合なんだ。はあ。すごい、釣りの試合初めて見る。こんなでかいのに釣りたって。刺身にもできるんだ。はい、餌をいただきました。受け取ったんで、はい、竹の棒、心のこない。なかなかこんな釣り竿を使う機会はないよね。すげえ。これで、うん、釣れます。行きましょう。行きましょう。網浮かしとく。網釣れるといいね。釣れるといいな。これで釣れなかったらもううちら釣りやめよう、うん、もうやめた方がいい。餌で釣れなかったら本当にな。何匹釣る？そう、食べれる分だね。払える分。支払いが関係してるからな。それでは1投目。お、あそこに大きいのがいるね。お、来た。早い。これすごい見えるから面白いね。あれ、なんか下手くそ？え？マジ？あ、釣れた。お、ナイス。でかい。結構でかくない？釣れました。釣れた。
の来るかな。大きいのがいいね。あ、来た。お、いけ。え、なんで？ダメだった。バレるな。バレるな。もう一回行こう。お、来た。おー、すごいすごい。キャッチ。ちょっとちっちゃいけど、まあよしとしよう。釣れました。釣れました。はい、4匹釣れました。4匹釣れました。ニジマス、やったー。調理してもらおう。調理してもらおう。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、今の方返しといて。これどうするの？塩焼きして食べたいです。はい、はい。0.65、 4匹焼きです。 OK、 はい、すごいね、さばいてくれるんだ。目の前ですごい、すごい。手際が良すぎて一瞬だ。あんなおしゃべりしながらできるなんてすごくない？すげえ。エラーまでしっかり取ってる。わ、死んでるのに生きてる。どっち？あ、生きてる。そう、内臓ないのに。びっくりした。動いた。動いた。新鮮ってことだ。新鮮ってことですよ。釣りたてです。ほら、ほら、本当に腸ない？忘れられてない？君だけ処理されてない。すごいね。生命力。お腹ペコペコだから嬉しい。お腹すいた。うん。なんか本当すぐ歩いてすぐに塩焼き加工場があるみたいな。うん。コンテントね。開けますか。11番でお呼びしますので、ね。ありがとうございます。ただお待ちくださいね。はい。これを塩焼きにしていくと。食べたかも。焼かれる。こんな大きいやつで焼くんだね。オーブン。お待ち、ありがとう。お腹すいたね。お腹すいた。焼くのに15分くらいって言ってた。今ちょうどオーブンで焼いてくれてる。お腹がペコペコ。久しぶりにちゃんと釣れた感覚があった。ブルッ、手元の感覚がブルッてきた。でもこれがやれたいね。うん、やっぱこういうのと違う。やっぱりね、ツアーマンですからね。もうさ、釣れること前提だとさ、釣りの楽しさってやっぱまた違うね。確かに確かに。やっぱ釣れない釣れるの駆け引きが意外とやっぱ釣りって楽しいから、そう、うちらは坊主でもこの2年間やり続けて。お腹空いたよ。ペコペコや。ペコペコや。M 組1位、絶景ナンバー。揺れとる。63、石井さん。やば。やばくない？わあ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。やっぱ3匹でも食べれそう。てか何匹でもいける。ちょっと食べてこう。この子大きいな。でかい。うん。じゃあこの子か。やばいな。かぶりつく？うん。じゃあいただきます。うん、どうぞ。あー、美味しそう。釣れたてほやほや。うまい。美味しそうだ。この塩加減めっちゃいいね。火ついてる感じ。すごい、魚すくいしてる、目の前で。あー、美味しそう。よだれ止まらん。食べたい。食べたい、食べたい、食べたい。米欲しくなる。そう。焼き魚界で一番好き。焼き魚部門第1位。第1位。うん。ぶっちぎりです。
まだ行ってたもんね、さっきまでピクピクしとった、うん、命をありがとうございます。ありがとうございます。こうやって食べると余計にありがたみを感じるな、うん、うわ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。命に感謝。動画じゃ伝わらないほどいる。伝わるかな。こんなにいるの。伝わるかな。このカット。すごいよ。やばい。ねえ。サーモンがいっぱい。なんかここは自然っぽそうなのに、うん、これも養殖なんだろうね。そうね、そうな、多分いっぱいだ、大きいね。すごい気持ちがいいね。気持ちがいい。空気が綺麗。超ザンベタラキ。サーモンか。ヒロちゃん、人間界のチョウザメだね。卵、美味しいです。言うてる場合か。絶対使おう。あ、ワカに編集権限ないんやった。チョウザメ、ダメ、えぐー。尻尾が、あ、卵か、卵。これ伊藤さん。伊藤さん、やば。伊藤さん、ドゥルンってしてる。ドゥルン。なんか色合いは結構ニジマスっぽいけど、うん、似てる。ぽいみたいな顔はしてる。伊藤さんのほっぺは赤くないんじゃない。そうなの。うわ、でっか。えぐ、伊藤さん、これ、これはチョウザメ。チョウザメか。なんでお互いさ、ぶつからずに歩けるんだ。最近さ、YouTube で見た水族館のマグロのやつ、あれびっくりしたね。マグロが事故って死んでしまうやつ。あれすごかったよね。カワキャンね、確かに確かに。夏場にあっちい時に渓流沿いで、そうあ、いいなそれ。冷たいって言いながらビールを飲む。いいですね。ビール飲めないけどね。川でスイカ冷やして、うん、でもあれ冷えないらしいよ。え、言ってた、誰かが。誰かが、信憑性薄。終わっちゃった。美味しかった。うん、楽しかった。美味しかった、楽しかった。美味しかった、楽しかった。寒い、もう寒いな。涼しいとかじゃなくて、これ絶対綺麗に紅葉、紅葉は確かに秋、これ全部もみず、えぐいだろうね。ありがとうございました。出口です。すごい、松葉樹の発祥の木。お母さんがおかえり。ありがとうございました。この海で赤いんですね。この海みんな年がら年中。あ、一年中なんですか。なんか早いなって思ったら。すげえ。めっちゃ綺麗。はい、帰ってきました。はい。あ、ちょっと寒かった。車の中はちょっと暖かい。暖かい。結構やっぱ山の中だからひんやりしたね。うん、でもめちゃくちゃ。楽しかったね。楽しかった。お子さん連れが多かったよね。多かった多かった、確かに。多分日曜日ってこともあって、そんなにサビキとかよりも危なくない、ね、あ、釣りがね、餌釣りは、うん、だから結構で、お子さんがポイって入れただけでも釣れちゃうから、簡単に釣れるからね。そう、結構いいね、うん、絶対楽しい、うん、子供の時あれずっとやりたかった。いや、わかるよ、わかる。ああいうの憧れるよね。なんか海がないくても。そうだね、うん、確かに確かに。そっか、海がないけど、それはいいよね、川魚が、うん、食べれるから、魅力がすごいから、すごいいいよね、うん、今日は滋賀の魅力を感じた。おお、1位。今んとこ滋賀の中では1位。へえー、あー、信楽焼き楽しかった。楽しかった。結局自分で実体験するが一番楽しい。そう、まあ、釣りにしても、うん、陶芸にしても、そう、違う楽しさだね、うんうん、はい、本日はサメガイ養村場からお届けいたしました、はい、また滋賀旅は続きますので、うん、ぜひそうですね、他の動画をねチャンネル登録をしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本当によろしくお願いします。切実。
それではまた次回の動画で、はい、バイバーイ。バイバーイ。